今日はアルバムの情報解禁の、ショールーム特別配信でした。ありがとうございました。皆さん見てくださいましたか？はい、とっても重要なお知らせをたくさんさせていただきました。ちょっとね、今日は積もる話も多いので、ゆっくり順々に順を追って話していきますね。はい。そう、頭パンクしてるでしょ。落としちゃった。いや、私もです。抜けちゃうとこもあるかもしれないんですけど、最初から話していきます。はい、まずはアルバム、6月の29日に発売されるアルバムのいろいろ詳細が今日発表されたんですけど、まずはアルバムのタイトル、アルバムのタイトルが未完成の未来になりました。未完成の未来、いや私も自分なりにこうね、いろいろ意味とか考えてみて、未完成の未来ってすごく素敵な言葉だなってそう思って、そう、 NGT はね、こう、これからアルバムを出させていただいて、こう 今の 1期生ドラフト3期生2期生として全員で出させていただくアルバムで、ね、ここで3期生が入る前の一区切りという感じで、こう今回アルバムを出させていただくことになったんですけど、ね、これから3期生が入って、またこう今までとは違った新しい未来になっていくのとともに、これからもね、 NGT を全員でそうこう未来を作っていくっていう、なんだろう、本当にいろんな意味があると思います。私なりの解釈なんですけど、皆さんもどんな意味なのかなとか、いろいろ考えてもらえると嬉しいですね。なんかいろいろ意味はあると思います。でも、私なりの解釈ではあるんですけど、そうなので、そのアルバムのリード曲のタイトルも今日発表になって、はい、タイトルがしそうでしないキスです。そう、今日初めて音源ワンコーラス解禁されたんですけど、どうでしたか？そう、もうね、しそうでしないキス、めちゃくちゃいい歌でしょ。そうなの、もうね、なんか今回曲調も今までと結構ね変わって、今までの表題曲とはイメージが全然変わって、大人っぽい歌詞も、まあ、切ない儚い感じになっています。なのですごいね、メンバーの表情とかも結構今までとは違った成長した大人っぽい表情もね、たくさん見れると思いますので、そう、これからもパフォーマンスとかミュージックビデオとかも楽しみにしててください。しそうでしないな、あなたのキスは。もう歌えるから。だから早く皆さんも覚えてください。そう、1番だけしか歌えないけど。でも歌詞もとってもいいので、めっちゃ楽しみにしてて、そしてあれですね、アーシャとジャケシャも解禁になりました。今日衣装もね、なんと新衣装を作っていただいて、なんかすごく爽やかで可愛い衣装でしたよね。そうなの、白がベースになってて、トキ衣装のなんか進化版みたいな感じなんですけど、 NGT らしくてすごくお気に入りの衣装になりました。そう、あれ撮った時めちゃくちゃ風強かったの。そうそう、めちゃくちゃ可愛いです、あの衣装。
リメイクって言ってたけど元の衣装はなくなあ全然あの時衣装別にありますよ。もなんか全然また全く別です。はい、衣装いいよね、私も好きですすごく、うん、はい。そして次、なんと今回通常版タイプ B に2期生の楽曲が収録されることになりました。嬉しい。そう、鬼滅の曲が今回収録されることになりまして、はい、2期生の楽曲自然渋滞という楽曲なんですけど、もうまだね曲のことについて何も言えないんですけど、でも私が今日ショールーム、あの配信の時にコメントさせていただいたんですけど、すごく盛り上がる曲なんですそれだけは言えるんですけどはい、歌詞とかもすごくねインパクトのある歌詞なので本当に楽しみにしててください。個人的にライブとかでやったらめっちゃ盛り上がる曲だと思うので、そうなんか2期生らしい曲です、うん、ちょっとこれ以上言うともう言っちゃいそうなのでいろいろやめときますけど、でもこうまたこう2期生でドロンジェラシ以来ですねの2期生楽曲をいただけたことが本当に嬉しいです。はい、そうだからね、パフォーマンスとかも楽しみにしててくださいこれから。そう、1期生さんの曲、ドラフト3期生の曲、2期生の曲、そして日向さんのソロ曲も収録されて、あとクラクラのユニット曲もあって、あとはね今までのいろんなカップリング、マックス時315号とか緑と森の運動公園とか、もう NGT の名曲がたくさん詰まっているので、アルバム今回、はい、もう本当に楽しみに待っててください、うん、はい。そしてそしてあれですね、あとはなんだあと、あもうあとあった大事なことを最後に、あと3期生のあのメッセージ動画もあって、サドロケのアイナンのサドロケの話とかもあって、最後にもう超特大発表がありました。なんと NGT48 初ライブツアーをやらせていただきます。嬉しい、ライブツアー、ツアーだよツアー、もう嬉しい、ツアーです。もう湧いたでしょ、みんなどうだった、ショールーム見てて反応そうコメントとかも見れなかったからめっちゃ嬉しいよね、本当に嬉しい。沸きました、もうね叫んじゃった。いや NGT として初のツアーです、もう泣きそうだった、本当天井突き破った、よかった、もう待ってた、ありがとう、泣いた、田辺先生しかももう来月です急はい、もう6月入ったので、そうツアーは7月の下旬からなのではい、もう来月です、皆さん準備 OK ですかぜひ、もうあと2ヶ月なんですけど、そうですね、あのツアーの詳細は追って発表にはなるんですけど、はい、待っててください、もう多分もうね、だってもう来月の下旬ってことはもうほんとすぐにキンキンで詳細発表されて、もう受付も申し込みもはい発表になると思うので、開始、申し込みも開始になると思いますので、はい、ぜひもう大忙しの夏になるといいですね、本当に、うん、ぜひぜひねえ、会場もどこになるのかとか、どこ行くのか、いつになるのかとか楽しみにしててください。そうなんです、ツアーやります、うん、はい。そしてここからはすごく個人的な話に
なるのですが、はい、今回あれかな、まあ、ジャケ写とかアー写とか見てこう分かる方もいらっしゃったと思うんですけど、はい、やばい、この話すると泣きそうになるんですけど、はい、今回このまた立ち位置がポジションっていうのかな、立ち位置がまた一つ、はい、レベルアップしまして、もう皆さんのおかげで、はい、また今回のアルバムでまた前に出ることができました。いやー、めっちゃすごく嬉しいです。うん、もう本当に皆さんのおかげです。うん、そうですね、本当になんだろう、多分私の場合は本当になんだろうな、もう全て本当に全部全部ファンの皆さんのおかげで私がこうまたステップアップできたので、今回のアルバムも、うん、はい、いや私もびっくりしたんですけど、うん、皆さんがこう仕上げてくれて、それがどんどんこうやってまた結果につながったんだなって思うと本当に嬉しかったし、うん、今回のアルバムの、そう、もう本当に頑張んなきゃなって思いました、うん、いやー、みんな私の頑張りだよって言うけど、本当に私は本当もう皆さんに、これはあのポジションは皆さんに連れてきていただいたと思ってるので、なんかもっと自信を持ってこう自信を持ちたいですね今回で、うん、そう、でもせっかくこうあのポジションに立たせていただいたからには自信を持って行かなきゃいけないなって思うので、うん、でもすごくこう皆さんと一緒に活動 してきて思うのは、もっと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 いけるって、もっともっと前に行かなきゃってまた思ったので、そう、うん、ちょっとここまで来たからにはもうあと目指す場所は一つしかないなって思ってるので、私は、はい、うん、思ってます。私はあんまりこうなんだろう、取材とかでも今までいろいろなメディアさんとかでもあまり公言はしてこなかったんですけど、今まではね、あんまりそんな無理、そんな夢のまた夢だと思ってたので、そう、でももう、うん、もうね後悔したくないし、もっと頑張りたいなってそう思うので、ちょっともう目指す場所は大きく、はい、私は月は真ん中に立ちたいです、はい、うん、本当にまあそう、もうでもそれは本当に難しいっていうか、なんだろうな、生半可な気持ちじゃこんな
できないことだし、うん、今の私じゃまだ全然まだまだ全然ダメなので、しかもこれからね、あの3期生も入ってきてくれて、もっともっと NGT がそう盛り上がっていく時だと思うので、そうだからこそ私はいつかじゃなくてもう次に叶えたいので、そうですね。でも本当にこれは簡単なことじゃないって私も分かってるので、ね、いろいろ運とかも、いろいろあると思うし、なんですけど、でもね、こう口に出して無駄なことはないと思うので、私は、ね、ここは今ショールームは、そう、七海推しの皆さんがみんな見に来てくれてるからこそ、そう、ここで言わせていただきました。本当に嬉しいです。ね、頑張りたい。せっかく夢だったアイドルになれたんだから、このままじゃ終われないですね、私は。はい。絶対頑張るので私、ちょっと目標は大きく頑張ります。はい。そう、でもこれはね、みんながいてくれるからこそ言えることなので。そう、多分私ショールームとかメールでしか言わないと思うんですけど。そう、なんかみんながついてるからねっていう言葉がもう私はめちゃくちゃ嬉しい、いつも、一緒に頑張ろうとか支えるねとか本当に嬉しいです。いや、そう、あ、そうだ、あのね、すごい嬉しかったのが、あの昨日か昨日地獄らさんの撮影で、そう、星さんにお会いしたんですよ。で、星さんが言ってたんだけどね、そう、なんか私のファンの方って本当に優しい方ばっかりですよねって、そう言ってたの、びっくりしてた、すっごいいい人たちばっかりって。そう、 SNS とかでも、昨日そう、 SNS もだったり、あとは毘沙門堂にね、こう足を運んでくださったりして、そうなの、本当に優しくていい方しっかりですっていつもね言ってて、私それ聞いても本当もうなんて胸を張ってですよねって言っちゃった。そう、そうなんです、もう私のファンの方って本当にいい人なんですよ。そう、自慢できますって、本当に私はもうそれだけでここまで来てますね。そう、そうなの、まあな。照れるなって、星さん熱い、そう、熱い方だからよく言われますでしょ。そうなの。だからすごいそれをね改めて聞いて、まあずっと思ってたんだけど、私ももちろん、
それほどでも。いやーでも本当に嬉しくなっちゃったんだ。そう。そうなんです。例外ですまん。いやそんなことないから。みんな優しい、みんなだわ。冷たい系オタクで通ってどこがやねん。どこがや。めっちゃ優しいやろ本当に。ちょ、なんでみんなその照れ隠ししてんの、もう。ファンを推しに似るってことですね。いやそれは嬉しいね。そんな推しに似て滑ります。やめなさい。俺以外みんな人、おいそんなことないから。なんでもうみんな、なんでねえ、もっと自信持ってみんな。本当に推しに似て面白いです、間違いないですね。うん、そうなの。だからすごいそれを聞いて嬉しくなっちゃって、そうみんなのおかげだなって。うん、私はこれから優しいナナミテ推しになる。もうナナミ推しだよ。うん、そうだからこれからもよろしくねって意味です。そう言ってくれるのが一番嬉しい。本当？いやいやいや、こちらこそだよ。うん、嬉しい。そう、ナナミ押していいですか？嬉しい。もうナナミ押しですよ。ナナミ熱が上がってこの時期につなげて、嬉しい。ありがとう。嬉しい。見ちゃおう。ありがとね。うん。そうなんです。だからね、本当に。もう私何より一番楽しみにしてるのがアルバムのイベントなので。7月から始まる、そうツーショットとロングおしゃべり会、もう何よりの楽しみなんですよもう。そう、それを楽しみに生きてるので私、もう何よりそういうイベントが、みんなに会える、会えて話せるイベントが一番楽しい。公演も好きだけど、そうそうなの、早くいろいろ話したいですね。楽しもうね。ね、みんな、みんな会いに来てくれるよね。そう。超楽しみなの、本当に。そう。何よりの楽しみなので。そうで、初の人とかいるから、私初めて会う人とかいるから、そう、あのオンラインの、オンラインではもう何度も何度も話してるけど、そう初めてって方もいるし、本当長らくお久しぶりに話す方もいるので、私も緊張しちゃってるんですけど、めっちゃ楽しみなの本当に。そう、みんな大変だよ、きっと。もっと沼っちゃうと思うよ私に。自信がある、もう楽しませるっていう、もっと好きにさせられる自信がある。うん。そう、本当にマジよ、言った、これはもうね。緊張して飲むしはな。緊張しなくていいからね。うん、私はねもうそうよ、沼らせますから、みんな覚悟してきて。、うん、実物は一番倍かわいいねえ。なんでそんな田辺先生今日甘いんですか私に。嬉しいんですけど本当に。もうつむじも見えないくらいハマってますけど、全部じゃん、もうめっちゃハマっちゃってんじゃん。うん、そうだ
だからもう私もっと可愛くしていきますから絶対、はい、なので楽しみにしててください。そうなの、あ、そう、あとね、今月はちょっとね、いろいろなね、お仕事が決まっていて、そう、そうなの、あのねそうなんです、みんなが喜んでくれるお仕事がちょっと決まったんですよ楽しみにしててください、うん、そうなんです、まだ言えないんですけど、もうみんなが喜ぶお仕事ですはい、楽しみにしててください、はい、そうなの、あ、グラビアではないんですよ、グラビアの時はもうそれはそれはもう私はもうそれはそれはもうグラビアではないですけどそう、グラビアはあのやりたいですね本当にいつか、うん、グラビアじゃないんですけどね、ごめんなさいでも楽しみに待っててください、ガンダムか、ガンダムじゃないですガンダムじゃないんですけど、うん、ガンダムの何、ガンダムのグラビアはい、なんですけど、ちょっと楽しみにしてくださいっていう匂わせでしたはい、ということで今日はお知らせいっぱいだったんですけど、この辺で配信終わらせていただきます。来週からもね、また来週っていうか、またお仕事、公演だったりたくさんあるので頑張ります。明日はちょっとゆっくりできるのでゆっくりしますありがとうございました、今日も本当に。じゃあみんなからのツイッターとかメールの返信とか待ってるので、いっぱい見るのでお願いします、返信してね、すごく返信読むから、絶対すぐ読むから、すぐ送ってうん、すごくね、スクショしていいよ、今日はいいよスクショして、よろしくね。そう、今みんなに、今ね、あの皆さんに会いたすぎて寂しい期間なの、うん、なんかアルバムのイベントが楽しみすぎて逆に悲しくなってきた、なんでまだなのって、まだ6月だよ、だって来月からだから、なんか逆に悲しくなってきたの今、早くしたすぎて。そうだから、もう早くメール返信して寂しいの最近、本当にお願い、うん、逆に怒ってる、早くしたすぎてだから本当にお願いします、本当にあのいっぱい構って私に、うん、お願いしますなのでまた配信しますね、ありがとうございました。今日のワンピース可愛いでしょありがとう、可愛すぎるやろだ、ありがとうまたね、ありがとう、おやすみなさい。